毎度お世話になっております。ネクストキング実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。前回はカモミールとギエンさんのインタビューシーンを見ましたんで、今回はまた別の2人のインタビューシーンを見ていきたいと思います。今回はコリコリさんとアニスの2人を見ていこうかな。まずはコリコリさんから。コリコリさん喋んのかな、初めて声聞ける。美しい。コリアンダーはメモを渡した。あ、やっぱ喋んないんだ。美しい字でこう書かれていた。おいでくださってありがとう。私はコリアンダー・ウォーター・クレスと申します。コリアンダーは2枚目のメモを渡した。口が聞けないのでいろいろとご迷惑ご面倒をおかけします。本当にごめんなさいね。いいんです。私はハープの音で気持ちを表します。パードン。イエスの時はこんな感じ、ノーの時はこんな感じ。首を振るでいいんじゃないかな。ハープ持ち歩く方が大変だと思うんですけど、あとはその時の気分でハープを弾きますからお察しくださいね。コリアンダーは3枚目のメモを渡した。王子様とお話ができて今の気持ちはこんな感じです。神山隊長の好感度がめっちゃ上がった時のような音がしたな。いつでも遊びに来てくださいね。なるほどね。コリアンダーさんの声が聞けるのは誰だっけ、ベトニー男爵だっけ。あいつのイベント、あいつっていうかベトニー男爵のイベントを見るともしかしたら声が戻る可能性があるのかもしれないですね。じゃあアニス。あ、かわいい。ご機嫌いかが、王子様。普通にかわいい。私がアニス・ダンデライオンです。王子様に少しお願いがあるんですがいいですか。はい。実は私体が丈夫じゃないので子供の頃からあまり外に出たことがないの。でももっと外の世界をいっぱい見たいし、できれば王子様たちや皆様方とお友達になりたいわ。なるべく足手まといにならないように気をつけますから、私も冒険に誘ってくださいましね。え、めっちゃいい子やん。アニスめっちゃいい子だな。俺最初にこのインタビューシーン見てたらアニス攻略するって言ってたかもしれないな。今はもうジンジャーに心奪われてしまってるから変更はできないんだけど、すごいいい子、びっくりした。常識的なことしか言ってないし。なるほどね。はい、わかりました。では次回はティルさんとフェンネルの野郎の自己紹介を見ていきたいと思います。それではスタジオにお返しします。あ、また。さて、呪いの大聖堂にやってきたんですが、正直やることがないんですな。チコリと一緒に来てるんだったらイベントがあるんだけど、あるんだろうけど、バジルと今一緒にいるんだよね、チコリ。そうすると俺やることないんでどうしよっかな。宝箱がある。多分ここだよね。ここでイベントが起きると思うんだけど、宝もな、特に欲しいものがあるわけでもないし、散奪するかね。
やることないんで他の王子から散奪します。いいもんもんじゃんじゃお前ら。巻物二つとサイコロ、チョコレートチョコレート食えよそれ。いい加減、一ヶ月ぐらい経ってるだろ。五章大事にするなよ。マグアート花柄の鎧あるのか。これちょっと奪い取りたいよね。防御補正1といえども妖怪1足りないが稀に湧くからさ。うん、まあ狙うんだとしたらマグアートですね。あとはリンデンの巻物もちょっと気になるけど、こういう時って一番って損だよな。できるだけ移動してモンスターを沸かせるか。来い、宝箱ばっかり。くそ、いやまだわからん。宝箱の中からモンスターが出てくるかもしれない。気合のサイコロ。魔法使いが一人出たけど、戦う？あ、戦った。そんな強くないんだな。気合のサイコロ気合のサイコロ取られた。モンスターが出てこないな。お、出てきた。よしよしよし、リンデン攻撃するか。4ポイントってことは今11ってことでしょ。 OK、 ちょうどいけるね弱った獲物は逃がさない。それがゴンブトロス王子というものよ。野盗にあったと思って諦めるんだな。お、いいぜ、いいぜ神社。死ね、よし。これフェンネルからしたらさ、俺最低な男だよな。オセロ、迷宮内の通路マスの開閉が逆転する。鍵かかってるところが開いて、閉まってるところが、違う、空いてるところが閉まるのか。さまざまな巻物効果が出る。これ面白そうだよね。白紙の巻物、これいただくわ。パルプンテってことでしょたまりませんな。他人を蹴落として振るサイコロの味は格別ですな。弱いもんいじめをさせたらゴンブトロス王子様にかなうものはいないだろうね。神社、俺のことバカにしてんのか。今日は終わる。次は誰かな。マグワードかな。少しでも弱ったら俺が命を借りに行くからな。お前ら分かってんだろ。お、真っ赤なビキニ、それいただこうかしら。あそこの魔法使いがどこに行く。移動しないのか。お、いいね、サイコロあるし攻撃しちゃってもいいな。あー、だったら、あ、ダメか。マグアートの鎧を引っ張がしたかったんだけど、しょうがないね。じゃあバジル、君に決めた。まずはこいつを倒す。多分 HP2 とかそんくらいでしょ。あ、8か、結構強いな。サイコロは振らなくていいかな。ジンジャーも攻撃するでしょ。いいね。せや、オーバーケル。
さあ、次の獲物は君だ。舞踏会の靴、それいらないかな、別に。うん、いえ。捨てますか、はいか。ん、違う違う違う。いいえね、はいはい。二回も聞かなくていいんだけどね。オッケーオッケー。おっしゃー、レベルアップ。知識が12ポイント、お、めっちゃ上がった。探求心が4、道徳心が8。道徳心とはおよそ縁遠いことやってんのにな。芸術性が8ポイント。まあ俺は芸術の巨人だからね。王位を簒奪した暁にはクソダサい玉座を芸術品に変えてやるから。で、月に1回民衆の前に椅子を晒すから。よし、じゃあサイコロは3つ振ろうかな。4ついってもいいかもしんない。いや、3つで十分だろう。いい加減にください。弱っ。ちょっとこれは倒しきれんかもしれない。頼むぜ。おっしゃ、いった。ギリギリ、ほんとギリギリだった。和尻を懲らしめた。2人目、じゃあビキニかわいそうだからね、サイコロもらうわ。チョコレート奪ってやってもよかったけどな。楽しい。これが獣フレンズ2ちゃんですか。よし、次のターゲットは輪殿王女様だ。行ってみよう。追い打ちをかけようというのですね、ジンジャーさん。あんたも好きね。いや、マグアートがかわいそうでしょ、一人だけ怪我されてないのはさ。おおお、骸骨。お、モンスターと。おし、よしよし、倒せなかったな。弱ってる。あ、くそ、こいつ回復しやがった。そっか、その場で使えるのか。ビキに奪われてるし、かわいそうよの。大地の巻物、何やらそうだ。あ、やりやがったな、こいつ。だから俺フェンネル嫌いなんだよ。何度もさ、リンデンの首をかっ切るチャンスがあったのに、武道大会でね、フェンネルの回復呪文で妨害されまくったからね。珍しいアイテム、しこたま手に入れたって噂よ。あいつ何も持ってないだろ、今。一応見るけど、今チョコしか持ってないんじゃない？大地の巻物があるか。うん、巻物気になるな。ま、サイコロの目次第で強敵を決めるから。お、いけんじゃん。バジルは無理。あ、いけるね。大地の巻物が何なのか分かんないからな。まあ順当に言ってマグアートくんでしょう。おお、ゴールドソード、絶対弱いわこれ。ゴールドとか熱で簡単に溶けるもん。全開してる？あ、してないね。いいね。じゃあこのゴンブトロス容赦せん。2個でいいかな。2個で十分です。おし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 、計算通り。よし。これで一人一冊してやったぜ。対人プレイでこんなことしたらすげえ嫌われるだろうな。気合のサイコロか。気合のサイコロはね、正直、うん、もらえるからね、いらないか。別にこれもいらないんだけど、取り上げよう。うろ、後で。イェーイ。
弱いもんいじめをさせたゴムトロ掃除様にかなうものはいないだろうね。せやな。俺のせいでさ、1回でくすぶってるもんね、この人たち。いやー、かわいそうだな、バジルに至っては。上を目指したいのにな。全く登れない。だがダメ、立ちはだかるゴンブトロス、まるで壁。お、呪いの罠だ。終わりました。何も得るもののない冒険でしたけど、私は満足です。みんなの妨害ができたから。優勝でしょ。優勝だよね。はい、分かってます。キングヘンリー王の息子なんだよね、俺たち4人と。さ、少年の悪いやつが MVP になるわけじゃん、これって。要はさ、キングヘンリー王を洗ってる場合じゃないと思うんだ。はい、ありがとうございます。あ、そうか。じゃあ、やっぱ弱いよね、ゴールドソード。でも高そう。いらないっす、これ。マグアートの隣で、マグアートから取り上げた鎧を捨てるっていうね。捨てるならくれよってなるよ。大変じゃ。またか。私のお友達のジンジャーちゃんがまたしても行方不明なのじゃ。お前のお友達ではない、僕のだぞ。今度はマジュラムの館に宝探しに行ったっきり戻ってこないのじゃ。マグアートじゃない、カモミールのおばあちゃんちじゃん。きっとジンジャーちゃんは一日でも早く借金を返すために一攫千金の大物を狙っているのじゃ。借金なら俺が返し終わったよ、もう。借金を全て返せば逃げた父親が帰ってくるとあの子は信じておるに違いない。ジンジャーのお父さんって蒸発したんだ。うー、かわいそう。涙が止まらんのよ。ぐっすん、およよ。というわけで今週の冒険先は、急に冷静になるな。ジンジャーちゃんの無事を一番に確認した王子にはわしから特別に褒美を使わすぞよ。本当にこの王様とジンジャーの関係って何なんだろうね。単純に王家から借金してるってだけじゃなさそうなんだけど、多分ロリコンだと思うんですけど。ラクーンシティポリスデパートメントに通報しなきゃ。頑張ってね、色男さん。お、カモちゃん。そっか、マジュラムの館だからか。おばあちゃんの館にはチャービルの首を封印した壺とかヤバいものがそこら中にゴロゴロしてるの。チャービルってキャラウェイさんにヤバい仮面を取り付けた張本人だっけ。だから不意のお客様用に贅を尽くしたトラップが盛大にお出迎えする準備が整えてあるの。フロア一つ貸し切って異界化させてるとか。その熱烈なサービスがあまりに心地よいのかしら。館から二度とお帰りにならないお客様ばかり。とっくりと堪能してるんだろうね。そんなところに一人で入ったとなると神社のことはすっぱりと諦めた方が男らしいですよ。わざわざ中に入らないで館爆破した方がいいんじゃないかな。もしくは火つけよう。いつまでもそんな小さなことをめめしく気にしていては神社も浮かばれません。済んだことより明日につながる私の提案に耳を傾けること、それが何よりの供養ですわ。勝手に殺すな、まだ生きとるわい。では後ほど支えにいらしてください。おそらく神社も草葉の陰で喜びますよ。クソパーさーん。草葉難民がここにも。草葉さん大人気だな。コンプトロソー兄ちゃんお客さんですよ。お、キャラウェイか。ジンジャーちゃんがマジョラムの館へ行ったまま戻らないとからしいですね。私でよろしければ創作のお手伝いをいたしましょう。
ありがてえ。ジンジャーちゃんはああ見えてなかなか抜け目がありませんから心配ないと思いますが。ああ見えてっていうか見たまんま抜け目ないけどね。あの館の者にむやみに手をつけると取り返しがつかないことになるやもしれません。むしろその方が心配です。キャラウェイさんって見た目と情緒不安定なところがやばいだけで根はすごくいい人なんだよね。常識人というか、あの仮面がなければ自殺兵器もまあなかったんだと思うんだけどね。じゃあどうしよっかな。今持ってるアイテムってこれか。じゃあカモミール誘ってみるか。キャラウェイでもいいんだけど舞踏大会に一緒に出てもらったからカモちゃんにするか。おい、あら、こんにちは、ゴンブトロ掃除様。北様、それで本日のご用向きは何でしょう。北様とお茶をしに来ました。カモミール、ゴンブトロ掃除さん、お見えですよ。カモミールのお母さんって正直いけるよね。いけると思うんだ。あ、ゴンブトロ掃除、そういえば私何か頼みましたよね。一緒に館に行こうって言われたんだけど。せっかくだから何かあげるか。これちょっと使ってみたいんだけどね。様々な巻物の効果が出るってやつだから。まあ、ジンジャー探索ではちょっと使えないかと思うんで、早めに見つけてあげないといけないからね。じゃあ、これいらないかな、別に。売れそう、高値で売れそうだけど、別にいらないっす。あげます。なんかの触媒にしてください。どうもありがとう。適当に邪魔にならないとこ置いといてくれる。おう、それなりに。魔法関係のものをあげると結構喜ぶんだよね。じゃあ、週末、冒険に来てくれるかな？実は、おばあちゃんの館には珍しい石が保管してあるの。ほう。名前はレッドストーン、またの名を炎の情熱。あれか、探してるやつの一つじゃん。前回見つけたやつがブルーストーンだっけ。確か本来は無敵の媚薬を作る際にグラム単位で混ぜるものなんだけど、今回は丸ごと1個欲しいのよ。死ぬまで発情しそうなんですけど大丈夫ですかそれ。大丈夫、信頼して。おばあちゃんみたいに変なことに私は使わないから。そういうやつが一番怪しいんだよな。人の大丈夫って俺信用しないようにしてるから。もっと素敵なことに使うのよ。エロいことかい。カモちゃんがそれを仰ぐのかい。美薬でしょ。陰美な響き。美薬ってさ、実際ないじゃないですか。なんかアマゾンとかさ、ヤフーショッピングで売られてるけど、使っても別にね、なんか体がほてるくらいでさ、美薬ってほどの効果ないのもね。いやダメだよこれ、使用済みだし。科学の発展のため魔女のパンチを頂戴できますか。ダメです、大丈夫博士。やっぱりね、あの噂真実のようですね。何が。俺が魔女パンを口に含んだり頭にかぶったり夜な夜なしてるってこと。してないよそんなこと。するわけないじゃないか、変態じゃないんだから。なんか物ください、無償で。ジンジャーさんのことが時々無償に羨ましく感じられますの。なんで？何も持ってなければ何にも束縛されませんものね。いや、ジンジャーは束縛されてるよ、俺の愛にね。いや、むしろ俺がジンジャーに禁縛されたいかな。それに自分は今何を一番欲しているのかよく見えると思うんですよ。悶絶禁縛攻めされてホラー穴に叩き落とされたい。私、
生まれてこの方、何かを欲しいと思ったことが一度もありませんの。純粋な欲望って美しいですわ。自己紹介とキャラ違いすぎなんですけど。自己紹介を見てアニスいいなって思った人が本編やってがっかりするだろう。その笑い方やめろ。11か。もう一回アニスんとこ行ってたかるのもいいんだけど、あんまり行ってない人のとこ行ってみようかな。ディルさんち、あ、そうだ、今さ、ジンジャーのとこ行ったらお母さんの反応って何か違うのかな。ちょっとディルさんとこ行きたいけど、ちょっとジンジャーのとこ行ってみるか。反応が違うかもしれないよね。あ、ゴンブトロスおじさま、いつもお世話になってます。で、今日は何でしょうか。普通、平時と何も変わらず。ジンジャーに会いに来たんだけど、いる？マジョラムの館に行ったままだ戻ってないんですよ。あたしは心配で心配で。およそ心配しているような顔には見えないんですけど。5キロも痩せちまいましたよ。そうですか。それは大変ですね。どんな修行を求めですか。さて、そんなことより修行をしていきませんかって。切り替えがすごいね。じゃあ、地獄のスパルタ教育お願いします。地獄の特訓ってやったらどうなの？サイコロを振るか、目が多くなるけど、マイナス補正がかかるってやつでしょ、多分。別にやってもいいけど、下がるのは嫌だしな。じゃあ、スパルタ教育コースでいきますか。詳細のサイコロ元気よく振ってくださいな。すごい！いくつが出た？ 9！9だったかな。そい！よし、10ポイントか。うん、いいね。今日はサイコロの目も大フィーバーだ。本当に娘のこと心配してる？お母さん絶対心配してないよね。今日の献立何にしようかなって悩んでるくらいの心配度だよ、あれ。わい。じゃあ一旦終了します。また次回よろしくお願いします。お疲れ様です。